私たちもですね、最近は全然連絡取っていなくって、イベント中にそういうニュースが出たということをさっきスタッフさんから聞いてとても驚いています、はい、実際はどうなのかちょっと私たちも把握してないんですけれど、はい、心配はしています。加保さんのブログで芸能界からの引退もちょっと考えているというふうに今日書かれたみたいなんですよ、ね、ってなるとどうなんですかね、その加保さんに手を差し伸べてあげられることとかかけたり。そうですね、まあ、芸能界どうのこうのっていうことよりは、加護愛本人はやっぱり仲間なので、彼女が辛いとか大変だっていう時に、まあ、いろんな状況が許すのであれば、やっぱりリカちゃんも同期だし、みんな心配しているので、なんか力になれればなとは思っています。しかし同期として一言を近く、はい、ね、そうですね、まあ、相棒も元気な姿を見たいなと、はい、見守っていたいなと思います。よろしいでしょうか、ね、はい、すみません、ありがとうございました。